はい、こんにちは。8月22日木曜ライブ、メンバー限定ライブ配信です。司会の加賀光栄です。はい、今日も素晴らしいメンバーでお送りいたします。まず福井県立大学名誉教授島田洋一先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。はい、ちょっとあの福井県のジャンレノって言おうとしたんですが、先に言うの忘れました、まあどうでもいいですけど、はい、そしてはい、ニューハーフ美容研究家の皆さんご承知岡江美希さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてですね、まずあの、本テーマに入る前に島田先生の新しい本が明日発売になります。そのちょっとご紹介をさせていただきます。先生、これはあの、まあ、アメリカの、民主党支持のメディアほとんどですけど、はい、その尻に馬に乗って日本のメディアなんかもね、カマラ・ハリスを盛んにですね、ライジングスターのように持ち上げてますけど、無理やりね、だけどこれはまあ基本無理筋であってね、はい、彼女は副大統領としてももちろん、その前上院議員としても何の実績もないわけでね、でだからまあこのバブル的な、で今バブル的な、人気を必死に煽っとるのにね、ほとんどもトランプと並んでるというか、まあ、接戦州だけでいうとトランプがやっぱりリードしてるんですよね。だからまあバブルも遠からず崩壊してね、私はトランプ政権誕生すると思うんで、まあ、皆さんあのトランプが当選してからこの本買おうというんじゃなくてね、今から買って勉強しておいてください。これあれですね、本当にあの、今あの総裁選に出ている候補の方々、つまりまあ将来の総理候補ですけど、彼らにもぜひ読んでいただきたいですよね。そうそう、あのでこれはやっぱりね、私トランプ氏のね、外交安保ブレーンたちから直接聞いた話とかね、でやり取りする中でやっぱりこっちがいろいろ突っ込んで質問すると向こうもね、いろいろ答えてくれるんで、オフレコの話なんかももちろん相手の名前出さずに盛り込んであるんでね、まあ、ぜひその参考になると思いますけどね。いいですね。ただね、先生にこれ以上あのお話しさせると中身が全部喋っちゃうかもしれないので、はい、そろそろ本テーマに行かせていただきます。はい、とりあえずは一番よろしくお願いいたします。はい、はい、横暴な中国、尖閣は中国本土、NHK で放送、加賀さん注目、尖閣は中国領土、 NHK 国際放送、指揮者新党工作有無、国会追及をトップの責任は産経新聞、 NHK が19日の国際放送で尖閣諸島について中国の領土と伝えた問題をめぐり、中国共産党に詳しい指揮者や、与野党の国会議員らが問題視する声が相次いでいる。NHK によると関連団体が業務委託契約を結ぶ中国籍のスタッフによる行為だと言い、 NHK は同日夜に深くお詫び申し上げますと陳謝した。一方、背後関係の詳しい説明に加え、 NHK 陣営に責任を求める声が上がっている、はい、加賀さん、中国本土の極秘命令ということですね。まあ、そういうことも疑われても仕方がない、事態だと僕は思うんですね。つまりこれ今回だけの話なのかということで、過去もいっぱいこういうケースがあったんじゃないかということも言えるし、と同時になぜ今なのかねということも含めて考えると、本当にね、何らかの裏側があるんじゃないかと。でさらにこの外部、中国人の外部スタッフだってこういうことを言えばどういう問題になって自分がクビになるということ自体も、分かってるはずなんです、なのになぜ言ったのか、先生はどう思われますか。そうですね、まあ、NHK は労働組合なんかね、社会統計でもともと左ですけれども、このもし中国共産党政権が台湾に侵攻した場合ね、中国の定義では、台湾の尖閣諸島というのは中華人民共和国台湾省の一部だということなんで、台湾侵略と同時に尖閣も取りに来るんですよね、ということはやっぱり安倍さんが言ったように台湾有事はイコール日本有事なんだという、そういう角度からね、しっかりした戦略的議論している議員が少ないんで、だこう突発的な、スキャンダルが起こった時だけ、これけしからんと、これ青でも言えますよ。そういうのでも戦略的な議論を、しっかり国会でやるべきですよね。いや、その通りだな。これだからあれなんですよね、ただ単に
異端児というかわけわかんないやつが出てきてわけわかんないことをやりましたっていうことで、なんかトカゲの尻尾切りのようにこれでね解雇して、そして謝罪して終わらそうとしてるわけじゃないですか。そうじゃなくて公共放送として今先生が言われたように台湾有事があったり、あるいは尖閣の問題があった時に公共放送として放送する中身の問題に入ってくるわけじゃないですか。そこをきっちりね、大丈夫なのかっていう、一つもやってないってことですよね。まさにおっしゃったようにね、これ、トカゲの尻尾なんですよね。だから本格的に中国に関する報道全般がどうなのかと、それが国会でですね、ただ今アメリカの議会とか見てると、民主党も共和党もね、はい、中国批判すごいですよね、でかつ、法律もどんどん作ってるわけですよね。ウイグルで強制労働を使って作ったような太陽光パネルとか一切輸入しないとかね、あるいは台湾と合同軍事演習するとかね、やっぱり国会議員の仕事は法律作ることなんでね、アメリカやってるんですよね、日本の議員そういうこと全然やらないっていうね。そうですね、だから自分のね、ことをちゃんと反省してもらわないとね。いやだからね先生、これ NHK に限らずね、他のメディア、新聞、さらに言えば商社、一般企業、中国のそういった人たち入ってるわけですよ、で僕はいつも思ってるのは、なぜか官邸の中の情報であったり、日本の総理含めて、力を持って実力者がバンキシャに何を言ったのかという、そういった中身がリアルタイムで中国大使館に漏れてるわけですよ、つまりこれ NHK だけの問題じゃなくて、いっぱい実は入ってるわけですよね、で中国は国家情報法でしたっけ、つまり国の命令があったら、情報盗んだりね、スパイ行為もやれっていう法律で決められてるわけですよね。私もね、地上波テレビの番組に何回か出たことありますが、はい、何回か出たら必ずお呼びかからないことあるんだけれども、裏事情を聞くとね、やっぱ中国大使館なんかがそのスポンサーの企業に対してね、いやあんなやつ出すんだったら、中国で商売できなくなるぞと、そういう圧力をかけたりするんですよね。でもうちょっと一人だけね、フジテレビがよく使う木村太郎さんね、はいはいはい、ベテランというか結構年配の方ですが、はいはい、この番組だから言っちゃうとね、はい、桜井佳子さん一応木村さんテレビの先輩なんでね、はいはい、アメリカのこと話題になるとよくね、桜井さんのインターネット番組なんかもゲストで読んだりしてたんですが、はい、ところがね木村氏が、いやもう今後はね、アメリカ中国の争いで中国が勝つと、だから今から日本は中国についておいた方がいいと言ったらしいんですよこれはすごい発言だな。それで私桜井さんが見てなかったんですが、桜井さんが聞いてね、はい、この人も呼べないなと言ってましたがこれねやっぱテレビに出る人間の体質っていうのがね、総じてそんな感じなんじゃないですかね。いやだからあれなんですよ、特に北京支局とか行ってたメディア関係者って、ほとんどやられているんですよね。だからこれ本当にただ単に今回の NHK で突発的にちょっとアホな中国人がなんかアホなこと言いましたよっていうことではなくて、実際にそういった息のかかった、あるいは実際のその中国のそういった使命を帯びた連中がメディアの末端にいっぱい張り付いていて、でさらに企業の中にも張り付いていて、でこれは国家安全統治保障問題ってことで言えば、そこも含めてねきっちり整理できるぐらいな、国家としての体制を整えなきゃいけないってことですよね。そうですよ。だから今自民党総裁選ね、後で話出てくるでしょうか、はいはい、河野太郎、日本端子というね、太陽光パネルなんかにも使うような、そのある部品を中国で工場を持ってね、河野家がずっとやっとるわけでしょ。そうですね、と中国からお前なめた真似したらこの会社潰すぞと言われたら言いなりになるわけね、そうですね。なんでさ、いまだに関係しとるのか河野は、あるいは林芳正官房長官ね、これ日中議連の会長ずっと、そうですね、それで向こうはまともな議員なんていうのは存在しないわけですからね、だからアメリカはですね、これ民主党政権も含めて日中議連というのを、中国の応援団組織とみなしとるわけですけどね。その通り、その通り、そういう報告書を出してましたよね。そうですよ、そんなところね、ずっと代表やってきた人間がね、現に官房長官やってるっていうのもおかしいし、総裁にひょっとしたらなるっていうのもね、
とんでもない話です。ハニトラだけの問題じゃないんですよね、うん、でさらに言うとね、あのこの後またその話になりますけど、うん、今回の総裁選見ていった時に、あの河野太郎氏もそうですけども、みんなビッチ派じゃないですか、そうですね、じゃあこの総裁選一番喜んでるやつは誰なんだってことを言ったら、習近平国家主席じゃないですか。おお、みんな俺の息のかかったやつが日本国の総理候補として出てきたと。誰がやったってこっから先日本は俺のいいことを聞くと今までよりはるかにいいやってなっちゃうわけじゃないですか。それを分からずにこの国の総理をね、こんな風な形で選ぼうとしている。でしかも驚きなのは、いまだに年寄りが派閥だなんだかで牛耳って、うん、見た目はコバホークとか若いね、非常にこのちょっと女性にモテるようなね、爽やかな進次郎君とか出てきてやってますけれども、裏側は相変わらず菅前総理だったり、あるいは麻生副総裁だったりという、あるいはもっとひどいのはこの国をガタガタにしてやっと辞めると言った岸田首相が未だにこう、ね、裏側で動かそうとしている。もうね、大丈夫かっていうぐらい不安ですね。そうだから、それにつけてもね、はい、やはりあのアメリカのトランプ氏の場合、うん、第一次政権の時にね、まあ、彼はも、うん、あのもともとなめたまねされたら10倍返しっていうのが路上哲学なんでね、うん、はい、で習近平が非常になめたまねしてくると、うん、もう言うんで、まあ、言えばもう切れてね、うん、で徹底的に国内でまず中国のスパイ摘発すると、はい、それから、ね、アメリカ大統領で初めてね、中国に対して本格的に関税アップとかやりましたよね、うんうん、でそういう実績が彼あるわけですよ、うん、だからあのトランプというとね、なんか批判しないといけないと思ってるような自民党議員も多いんですけれどもね、うん、NHK ニュースばっかり見てるような議員がだけどねそのトランプ氏がね、実際やったことにね、まだ見習うべきなんですよね、うん、いや何気に島田節が今日も炸裂してしまったという、いや先生でもね、うん、こんなぐらいじゃなくて もっと怒んなきゃいけない事例がいっぱいあって、まあとりあえず3番いきましょうか、うん、3番、はい、3番4番いきますね、はい、はい、お願いします、はい、靖国神社の落書き、はい、靖国神社の石柱にまた落書き、職員が発見、黒のフェルトペンでトイレの意味する漢字やアルファベット、読売新聞、19日午前3時50分ごろ、東京都千代田区の靖国神社で境内の石柱に、落書きがあるのを神社職員が見つけ110番した、警視庁麹町署が器物破損事件として調査している捜査している、麹町署幹部によると、落書きは境内入り口付近にある神社名が書かれた石柱と台座の計6箇所で見つかった、黒色のフェルトペンを使い、トイレを意味する中国語やアルファベットなどが書かれていたそうです、靖国神社、ね、これ4番ですね、靖国神社、はい、石柱の落書き発見前夜、防犯カメラに不審な人物 NHK、 19日に靖国神社の石の柱に落書きされているのが見つかった事件で、18日の夜、柱の台座部分に上る、不審な人物が防犯カメラに映っていたことが捜査関係者への取材で分かった、中国の SNS には落書きの画像が出国するなどと書かれたメッセージとともに投稿されており、警視庁が関連を調べている、はい、ということなんですけれども、またかということもあるんですが、僕はまたちょっと違うところに気になっていて、先ほどの NHK で尖閣諸島は中国の 領土だって言ったのは19日、そしてこの靖国神社の落書きも19日、はい、季節して同じなんですね、うん、でどうもやっぱり何らかの形の、やってやれやみたいな裏側のあれがあったんじゃないかという気は僕はしますが、先生この靖国神社の落書きについて、またかということなんですが、どう思われますか。これ要するにあの完全に日本がね舐められてるわけです、うん、そうですね。これ例えばね、アメリカでねアーリントン墓地、まあ、靖国とアーリントン墓地性格違いますけどね、うん、アーリントン墓地に中国人がこんな落書きしてたらね、これも大変な重罪に処せられるわけよね、うんうん、そしたらちょっと怖いからやめとくかっていうのがあるわけよね、うんうん、だからあの舐められてるから 何回でもやられますよ、ね、そうですね。だけど前回のは一応逮捕状だけで出したんでしたっけそれだけですよね。あ、そうですね、あの、うん、1人あの捕まえたでしょ。あ、そうだそうだ、うん、はいはい、だあんなの重罪に処さないといけないんですよね。そうですね、うん、この今の状況だとあれだもんね、中国人からしたらやり得ですもんね。
だってこれやって中国帰って俺がやったんだって SNS で投稿すればヒーローじゃないですか、うん、あれね、だからこの本来国会でね、うん、野党側が政府何してんだとこんなことされてと、うん、追及しないといけないんですけどね。だから日本の野党は左翼でむしろよくやってたと思ってるやつが多いんでね、そうそうそうですね、中国の味方ですから話の話、今アメリカなんかね野党は共和党の方ですからね、うん、こんな事件やったらもう政府徹底的に叩きますよね。どうにもならんなこれいやそれでねこれも大問題です、うん、6番お願いできますか。6番、はい、はい、日本人ビジネスマン、起訴、中国がアステラス、中国がアステラス社員を起訴、日本政府に通知、公判手続きに入り拘束長期化が避けられず、産経新聞、はい、昨年3月に、北京市で中国当局にスパイ容疑で拘束されたアステラス製薬の日本人男性社員が起訴されたことが分かった。日本政府は男性の早期解放を求めてきたが、訴訟による、起訴による、公判手続きに入るため拘束の長期化は避けられなくなった、男性は中国に進出する日系企業の団体中国日本商会の幹部を務めたこともあるベテラン駐在員だった、昨年3月に駐在を終えて北京から帰国予定だったが、直前に国家安全、当局に拘束されたとみられ、昨年10月に正式に逮捕された。今年3月には中国当局が男性を起訴するかどうか審査を始めたと日本政府に通知していた。これもね大変なあれなんですが、先生また同じ時期にこれを起訴してやってきたということもありますね、まあ、とりあえずまあそれを置いといて、このアステラス製薬の社員の拘束とこの起訴、まあ、これからさらにまた長期期間拘束されるって話になるんですが、この問題どうお考えですか。これは一つ重要な要素はね、このアステラスの、はい、まあ、現地の幹部の方ね、うん、これは現地の日本人ビジネスマンを集めたような、はい、組織 の、 うん、副代表か代表かやってたんですよね、うん、なるほど。それで、うん、当時の垂水中国大使、うん、と相談しながらね、うん、日本企業がこう各国撃破されて中国の言いなりにならないようにね、うん、やっぱり団結して当たろうという相談をいろいろやってたと、うん、でそれを、まあ、結構道筋つけた段階で、うん、日本に帰国しようとしたところをバッとやられたわけですよね、うん、なるほど。でだからこれこういう場合ね、この間、うん、アメリカとロシアの間で人質交換やりましたよね、うん、はいはいはい。だからこれ日本もね、うん、日本にいる中国人のスパイとかね、うん、そんなものを拘束しとかないといけないんですよ。そうですね、それで人質交換以外にね、うん、これ救出できませんよ。なるほどな。またねある人がまた違う見方をしてたんですが、アステラス製薬っていうのはその中国のね、うん、臓器移植、はいはい、つまり臓器売買やってるじゃないですか。その臓器移植のねその手術の物語の中で使う薬を、うん、一応中国側とやり取りやっていた。だから中国側からすると出ていかれると、うん、そのデータが全部持ち出されちゃうっていうような背景もあって、ずっとここの製薬会社の社員っていうのはちょっと監視体制に入ってたんだっていうんですね。でね先生今言われたようにね、日本側が中国人のスパイなになんなりよね、やっぱり捕まえといて、うん、でいよいよになって話が通じないんだったら、じゃあ捕虜交換じゃないけれども交換作業やろうじゃないかというぐらいのことを日本側持てって、もう僕その通りだと思うんですよ、うん、だけどハニトラとかお金の問題とかでもう汚れ切っている日本側できますか。これね、まだアメリカの例出すとね、うん、トランプ政権の時に、はい、中国 の、 電子機器のね最大手のファーウェイの、うん、あ、はいはい、最高財務責任者、うん、モーバンシューというオーバーンね、カナダに行ったやつ、うんうん、これをですね、うん、対イラン政策法違反という格好で、まあ、カナダに拘束してもらって、うん、でアメリカに連れてこようとしようと、うん、でその時ね要するに、ま、捜査アメリカの捜査当局主要当局が考えたのはね、はい、連れてきて、うん、あんたねこう要するにイランと取引してるっていうの黙ってね、うん、アメリカの金融機関からも融資を受けたと、これ重罪になるんです、うん、アメリカにね。それいろいろ足すとね、あんた懲役60年になるよと、うん、いいのと、全部ね中国共産党に言われて何やったか喋れと、うん、そしたらボストンの大学にあんたの息子留学しとるやろと密かにね
あの2人一緒に暮らせるようにしたるよと、であんたが整形手術したいんだったらそのお金も出したると、うん、いうような話でね、うん、で全部吐かそうとしたんですよね、はいはいはい、ところがこれもねバイデン政権になって、うん、結局釈放しちゃいましたよね。カナダが釈放するのを認めちゃったと、あのその辺がねあの、まあ、バイデン弱いんですけれども、そうですね、でトランプがねやろうとしたことに学ぶべきなんですよ ね、 ここね やっぱトランプ氏はすごいねやっぱり取引っていうの分かってるってことですね。これもともとねあの、うん、マンハッタンの地上げ屋から出発した人間で、うん、マンハッタンの地上げ屋っていうとそれはもう情報漏れたらこのどんどんみんな値段釣り上げるんでね、うんうんうん、あっという間にまとめないといけない、うん、そうすると裏世界とね色々取引しないと絶対できないんですよね、はい、だからトランプはあの金正恩とかねプーチンとか、うん、あ国際的ヤクザみたいなやつですが あんなんと取引するっていうね、はい、それは平気感なんですよね。でかつあの舐めたまねしてきたら、うん、みんなが見てる前に徹底的にね、うん、あトランプを騙そうとしたらこんな目に遭うのかって見せないといけないと、うん、これ彼本にも書いてるんですけどね、うん、まあ、そういう世界でねあの鍛えて財を成してきた男なんでね、うん、やるときやりますよね。いや本当に、うん、あの処刑したりしてますよね実は何気にね裏側でねあのあのトランプですか、やってるんですよ。あの、まあ、その辺は別にしてね、まあ、とにかく、うん、あのいや厳しいですよ厳しいですよ、うん、あのほらシリアのIS との物語あったじゃないですか、うん、つまり IS 掃討作戦やってたら、うん、そこに、ロシア の、はいはい、あの傭兵部隊がワグネルね、ワグネルの部隊がちゃちゃ入れてきて、うん、アメリカ軍の基地とかを攻撃していたと。そしてプーチンと会談した時に、うん、電話会談か電話会じゃないか合ってるのかな、うん、その時にトランプがその問題を取り上げたと。ロシア語を話す奴らが襲ってきてると、で我が方は非常に被害を受けてると、あれは君のところの部隊じゃないよねっつって、いや知りませんってプーチン逃げたんです。そうしたらその瞬間に200人以上、うん、ちゃんと全員処刑。あ、そしたらプーチンは何も言わなくなった、うん、その問題 で、しかもワグネルが攻めてくる、ちゃちゃ入れてくるってことも一切なくなっちゃった。あ、トランプだからきっちり相手に通告した上で、うん、なんていうか、しらばっくれたら、あ、いいですよと、じゃあこちらの好きにさせてくださいってビシッとやるんですよ、うん、だからもう相手の対応が変わっちゃうんですよね、うん、であのプーチンにとってもね、あのワグネルなんていう、まあ、民間軍事会社みたいなもん、うん、あんなもん捨て駒ですからね、はい、あのアメリカがどこまでやってくるかこう様子見るために使ってね、うん、で殺されたら、まあ、殺されたかぐらいの感じなんでねだからあのトランプは今おっしゃったようにね、はい、プーチンは何の反撃しなかったんで、うん、あプーチンとはいろいろ組んでやっていけるなっていうね、うん、感覚でしょうね。これはあれだな、もし万一本当にトランプ政権がもう一度できたら、うん、やっぱり今安倍さんがいないんで、うん、トランプ猛獣使いと言われてトランプさんをいいように本当に、まあ、教育して、うん、で日米蜜月事態を導いたという世界を驚いたあの安倍さんがいないんで、うん、安倍さんの代わりはもうね島田先生ちょっと政権入っていただいてトランプ担当にやってもらわないとね、うん、先生あれですよ、あの、福井のアランドロンとか言ってる場合じゃないですか。いやアランドロンと言ってますよ、僕が言ってんだ、政権すいません、日本の代表アランドロンで、これでねせっかくねこう前向きにちょっと語りたいんですけど、うんうんうん、本当にこれまで情けない話をちょっとしたいと思います、うん、7番よろしくお願いします、はい、政界関連です。盛り上がらない立民代表選、うん、立民代表選枝野氏が立候補表明、熟慮の野田氏は対応判断へ NHK、うん、立憲民主党の代表選手で枝野前代表は立候補を正式に表明、うん、また立候補要請に熟慮するとしている野田元総理大臣は今後対応を判断する見通し、うん、さらに再選を目指して立候補の意向を固めている泉代表は政権に向かって本格政党になるという思いを多くの仲間に伝えていきたいと述べ、立候補に必要となる20人の推薦人を固めるため自らに、近い議員とともに支援の呼びかけを続けている、うん、はい、はい、これ自民党総裁選がメディアジャックになっててこんな不公平なことはないっつってなんか一生懸命言ってですね、それを受けて一般紙大手新聞が少しこの、立憲民主党の代表選についてもニュースで取り上げるようになってるんですけど、正直言って取り上げないのは当たり前だろうと何の影響もないじゃないかと
しかも言ってることもなやってることも全く意味ないことばっかやってるんじゃないかっていう気は僕はするんですが、先生いかが思いですか。まあこれ名前今上がったね、枝野、野田、はい、泉、はい、3人とも全く骨のないね、うん、あのしっかりした思考もない連中で、誰がなっても一緒ですよ、うん、だからじゃんけんで決めたらいいんですよね、この人でね、あの特に野田の場合ね、そうか、野田はもう昔からね、自分は自衛官のせがれなんだと、はい、だからあの防衛問題にも理解があるしね、保守なんだと言っとるけれども、はい、全然違いました。この間東京都知事選でも蓮舫の応援しとったしね、うんうんうん、で これほどねふやけたこと、恥ずかしいことに我々同学年なんですよね。え、あ、そうだ、そうだ、そう、うん、そうです、恥ずかしいですけど、で あいつなんかね、うん、本来は保守だというんだったら、うん、立憲民主党の中で戦わないといけないんですよ。そうですね、だから辻元清美とか蓮舫にね主導権奪われるんじゃなくて、うんうん、渡辺秀とかね、はい、松原仁とか今出ちゃいましたけど、うん、そういるわけでしょ。その人たちを糾合してね、うん、俺たちが立民党の主導権を逃げると、うん、そういう戦いを何にもせずにね、うん、ふにゃ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 やってるね、ぼやっと太っとるけれども、うん、まあ論外ですよ。まあ枝野もね、そうね、枝野もこれカラオケで AKB の歌を歌ってるとか自慢しとるけれどもね、うん、しょうもない男ですよね。うん、っていうか枝野さんが出てくること自体が先祖返りになって、何らこの立憲民主党がねこれから未来志向でどうこうなんてスタイルには絶対なんないはずなのに、うん、逆に言うとその枝野氏が出る、うん、こざるを得ないというか、そう出てくるような状況を作ってるところでもう立憲民主終わりですよね。ですから、うん、旧民主党政権に関わった連中は、もう早く引退してね若返れよと、出ないとやっぱり無理ですよっていうふうに僕は思うんですよね、うん、だって誰もこの立憲民主党が政権取って日本を運営するのって1ミリも思ってる人っていないと思いますよ。はい、ただねあの自民党が変だね総裁選んだりすると、はい、あの、うん、選挙で 大負けしてね、やっぱ小選挙制だから、うんうんうん、一辺に200議席とか減る場合ありますからね、はい、うん、そしたらまたあの立憲中心のね連立政権とかできる可能性なきにしもあらずですからね、負け方次第ですけどね、非常に危ないですよね、うん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 、でも基本的にね、中国にもべったり北朝鮮にもべったり、うん、こんなところが政権取られちゃったらね、日本は僕は終わりだとしか思いませんけれどもね、うん、日共争べったりでもありますしね。そうですね、そうです。でしかもですね、その立憲民主党に何をとちくるったかいきなり噛みついている